DC リンクコンデンサとは何でしょう。インバーターやコンバーターと呼ばれる電源回路には DC リンクと呼ばれるコンデンサが使用されております。 DC リンクコンデンサとは、異なる周波数や電圧の交流回路を橋渡しする役割をします。直流回路において入力と出力をリンクします。さらにアクティブ整流回路で発生するノイズを抑制します。交流から交流への変換回路において大型の磁性部品を使わない方式を実現します。電源回路への要求事項として、形状の小型化、重量の軽量化、効率の向上が常に求められております。その要求に対して許容温度の上昇、スイッチング周波数の向上、電圧の上昇といった特性の向上を図ることが現在の技術トレンドとされており、それによって冷却の簡素化、受動部品の小型化、I2R による損失の低減が期待されます。電源回路には欠かせない半導体として従来使われてきたシリコンに代わり、次世代の半導体の材料として採用が拡大しているのが、バンドギャップがシリコンよりも高いワイドバンドギャップ半導体と呼ばれるシリコンカーバイドや窒化ガリウムです。これらのワイドバンドギャップ半導体は高周波、高耐圧、高温対応という点において従来のシリコンに対して優位性があり、電源回路において優れた特性を発揮いたします。電源回路で必要とされる DC リンクコンデンサの容量はご覧の計算式によって求められます。この計算式よりスイッチング周波数が高くなれば高くなるほど必要とされる容量が低減し、セラミックコンデンサが適した容量帯になることがわかります。コンデンサに求められる特性は優れた高周波特性、高い帯電圧、そして高温対応が挙げられます。東金ではこれらの次世代の電源回路でコンデンサに求められる特性を備えた新しいセラミックコンデンサ KC リンクをリリースいたしました。この KC リンクは車載グレード AEC9200 対応、非常に高い許容リップル電流、非常に低い ESR と ESL などご覧のように多岐にわたる特徴を有しております。またワイドバンドギャップ、シリコンカーバイドや窒化ガリウムシステム、電気自動車やハイブリッド車の駆動回路や車載充電器、非接触充電器、太陽光システムやインバーターなど様々な用途において期待されております。 KC リンクはその優れた融電帯の特性により、温度による容量変化はほとんどなく、電圧による容量変化はございません。また非常に低 ESR なため、高い周波数にわたって高い許容リップル電流を実現しております。そして KC リンクのエネルギー密度をさらに高めるために、当社では複数の素子を一つのパッケージとして接続しまとめることが可能となるコネクトテクノロジーを開発いたしました。このコネクトテクノロジーにより複数の素子を一つのパッケージとして接続しまとめることが可能となります。この技術により高い実装密度と高効率を実現しました。この複数の素子同士の接続には繊維的液層焼結法金属ペーストを使用しております。このコネクトによって接続した製品の実装方法として、実装面積を最小化できる標準型に加え、リップル電流による発熱を低減できる低損失型を選択することが可能です。標準型では素子が上に行くほどインピーダンス特性が悪化するため、インピーダンスが不均一になりますが、低損失型では各素子ごとのインピーダンス特性が均一になるので、あたかも一つのコンデンサのように均一なインピーダンスになります。そして素子をまとめることにより基板面積の小型化が期待できます。この基板の例では 73% もの基板面積の小型化を実現いたしました。